バイオゴゴは、スイスジュネーブに拠点を置く、各種チケットの個人売買仲介サイト及び、その運営会社。アメリカのチケット売買サイト、シュタブハブの創業者であるエリック・ベーカーが2006年にロンドンで創業。2012年にオーストラリアへ進出して以降、日本などのアジア圏へ拡大している。いくつかの競技団体、運営団体とは、正式にパートナーシップを結び、 公認リセールマーケットとして運営しているものの、イベント主催者との合意なく再販圧戦を行っているケースも少なくなく、さらには、転売目的で購入されたチケットに高い付加価値をつけて再販圧戦する行為や、入場できないチケットを再販圧戦する行為が行われているとして、ヨーロッパの複数の国で法的規制の対象となっている。日本でもバイオゴゴについて、 出演アーティスト等の写真を掲載し、公式プレイガイドと誤認させるような形で、転売仲介を行っている。早く買わないと売り切れるかのように誤認させるような虚偽の時間表記を行う FAQ ページに転売されたチケットで確実に入場できるかのような記述を行っている。キャンセルに応じないなどの行為が確認できたとして、消費者庁が消費者の自主的かつ合理的な選択を 阻害する恐れがある行為が確認されたとの理由で2019年9月に消費者安全法の規定に基づきサイト名を公表して注意喚起を行っている。また、同時期に日本で開催されるラグビーワールドカップ2019の大会組織委員会は、シュタブハブやバイオン号を非公式チケット販売サイトに指定し、同サイト経由で売買されたチケットの使用は認めない。 ことを明言している。2016年8月時点の抜粋。ありがとうございます。